サボア邸サボア邸は、ルコルビュジエが設計したフランス、パリ郊外のポワシーにある、近代建築の住宅。1928年設計開始、1931年竣工。サボア邸のリビングルームサボア邸に置かれた、ルコルビュジエらによりデザインされた、シェーズロング、エルシン4。20世紀の住宅の最高作品の一つであり、フランスの歴史的建築物に指定されている。 1964年、アンドレ・マルロー文化大臣がサボア堤を民間建築モニュメントに指定し、歴史遺産とした。サボア堤では、ピロティ、屋上庭園、自由な平面、独立本組みによる水平連続窓、自由な立面からなる近代建築の5原則のすべてが高い完成度で実現されている。平面の中央には、緩やかなスロープが設けられ、 一階と二階を連続的につないでシークエンスを形成している。元は別荘としての一般住宅であった。サボア邸はモダニズム以前の装飾的で重厚な西洋的伝統建築とは大きく異なり空間を大胆に使ったことで当時の建築家たちに大きな衝撃を与えた。ドミノスラブと柱で支えており梁は存在しない。ピロティを使うことにより 居住部分がまるで空中に浮かんでいるかのような印象を与え、水平連続窓はたっぷりと光を取り込むことで、室内を明るくし、透明感を与える。水平連続窓は室内を明るくするだけでなく、時間とともに移り変わる日光の色が、室内に映えるようにも設計されている。また、素材には、当時では新しい素材であった鉄筋コンクリートを使用している。 屋上庭園は、外から中が見えないように設計されており、プライバシーが確保されるように設計されている。また、バスルームやら旋階段など、所々で曲線が使われており、ゆったりとした印象を与える。建物全体には灰色、白、黒、青、橙などの色が使われ、絶妙な色合いになっている。建築だけでなく、家具もまた、 サボア邸の雰囲気に合うようにデザインされており、ルコルビュージへの傑作とも言われる、コルビジェチェアが多数置かれている。ありがとうございます。